ジャスミン、いざ聖火の宴に舞い散る。任務開始。ダメです、この魚は刺身で食べます。いや、今日は焼き魚の気分だ。何の言い合いだ。ジャスミン、実は超巨大魚を釣ったのですが、その調理方法で逃げてしまいました。喧嘩もいいさ。忍び学生だった頃、安蔵と黒影も私をめぐってよく喧嘩をしていたからね。はあ、何度喧嘩両成敗で二人とも痛めつけてやったのか。なんか青春って感じでしょうね。喧嘩両成敗で私がぶん殴ると、半蔵も黒影もよく死んだふりをしたよ。死んだふり？どうして？私に看病させて、そこから恋愛関係に持ち込もうとしていたらしいね。なんだ、こんなところで。よ、それ当時の恋愛は死んだふりが流行ってたんですね。決着。うわ、本当に懐かしい話だね。よし、こんなもんかな。まあ、妥当な評価だね。